伊藤武士道天狗の詫び状。伊藤の寺に昔昔から伝わる話、柏峠に松の大木そびえ立つ。いつからか村人に悪さばかりする天狗が住み着き、いたずら天狗の悪行、いざ懲らしめたり。伊藤武士道でした。どうもありがとうございます。伊藤武士道の皆さんでした。ありがとうございます。